K2 公演私も見に行きたい。タイミングあったらまた行く。月に1回は行く。行きます。プレシャスしたい。私も見る側。プレシャス、テレリンテンティーン、テレリンテンティーン、パン。月一同士の声見れたらね、ハッピーだよね。生きていける。まだ一回も入れてないの。絶対入んなきゃ。お仕事してる場合じゃないよ。マジで。マジで笑ってるけど本当に、いやマジで。いや今月中に絶対入って、約束。10月までにって思ってるとダメだから、いやマジ今月入る、約束。おとりあえず応募して、もう当たったらもうキャンセル、あの仕事をキャンセル。できないんだけど、1回ぐらいはよくない？年に1回ぐらいは。ごめんなさいね、真面目にお仕事されてる方いらっしゃると思うので。私も真面目にお仕事してるんですけど、バチ当たらないと思う。1回ぐらいはよくない？むしろ行かない方がバチ当たる。バチでしかない。あ、外れたの。当たりますように。いやマジもう全部投げな。でもね、当たらない時は本当に当たらないもんね。友達作ってさ、ペア、ペアってまだあるんだっけ。ペアで、ペアもできる限りのことはした方がいい。まあ、そんなんで人生一生後悔するぐらいだったら、この半年間、もう半年もないんだよ、半年もない、このあと4ヶ月マジで超わがままになった方がいいと思う。もう超わがままになってもいいぐらいの生き方をしてきてると思う。ファンの人ってみんなそう。お仕事かーって、なんなくていい。あの初日もそうです。チーム員の初日もそうです、うん、本当に明日じゃあ大事な日でなって、明日お仕事ってちょっとずり休みしたとする。 1年後にそんなこと忘れてるから。ダメだよね、こんなね、おしめんね。でも大丈夫、1年後に覚えてない、そんなこと。むしろ行けなかったことの方がずっと一生覚えてるじゃん。何年経っても覚えてる。だからたまには良いよ。って思うの。そんな、だって生きるためにお仕事はするけど、生きる目的がやっぱ一番大事じゃん。一言じゃない、私がねファンでもねそうしてる。でもお仕事基本的に毎日しっかり真面目に向き合って働いてると思ってるから、たまには
ね、ダメっていうのであればもうその職やめる。だよねこの旬ね。あ、あの私が言ってる言葉の取捨選択は皆さんにお任せするので。そうなんですよ。投げっぱなし。そうなんですよ。普段真面目に働いてない人はちょっとこうちょっと一日穴開けるともう居場所なくなるかもしれないけど、それぐらいなんか人生わがままに生きた。毎日わがままはよくない、たまに。そうなんです、生きてればなんとかなる。選択肢なんていくらでもある。1年経ったら忘れる、忘れないこともあるけどね。忘れられないことの方が多いかもしれないけど、忘れられない思い出があるって、思い出じゃない後悔とかもあるけど、自分なんか生きてきた証ですよ。でも今年の夏は結構忙しいのじゃない？皆さん。でも複雑ですよ、明日リリースですけれども、はあ、明日を迎えてしまうと最後のシングルが始まってしまうと思うと、はあ、はあ、複雑ですね。まあ、でもそれを分かった上で挑めるというか、なのでまあたくさん楽しんで悔いなく、推しが第一優先なので。握手のレンチが時間帯も違うから並んでいいよ。私もCD 買えば並べるんでしょ、誰だって。買って並んでいい？え、違くて？聞いたよ、そうやって CD 買ったら並べるって。私家に届いてるんですよね、山の楽器さんでしたっけ、多分私のこうちゃんフォーさんとゆずさんの生写真がこうちゃんと法典別のやつ頼んだので、日高を届いてるんですけど、明日お先にいるので CD 買っていい？握手してもらおうかな。顔したことないかも。ち
ょっと握手会開催してもらおうかな、個別で。え、でもさ、なんかあれでしょ、わかんない、ラゾーナ川崎ってさ、お客さん列が途切れ次第終了みたいな感じのイメージがあるの。一緒いていい？いくらでも積むよ。本当にね、チーム違うと全然会えないんですよ。もう選抜でのお仕事の時が、まあ、たま事務所で会う時ぐらいしか会えないので、最近本当に会えてなくて、まあ、会ってるんですけど3日とか空くとも会えてないっていうカウントになっちゃうから、私の中で7月は会ってない。あったかな、あってないと思う。4あってない。まあさ、昨日さ空いたすぎてさ、レッスン終わってからめっちゃ通したんですよ、本気で。あの、の残ってられるメンバーだけで疲れちゃって、うん、疲れるとなんか推しの名前しか出てこないんですよね、口からね。多分みんなもそうだと思うんですけど。そうでしょ、みんなもさ、お仕事頑張りすぎてさ疲れたって思った時にさ、かほちゃんってなるでしょ。それと一緒で、私もこう踊って体力の限界を迎えた時には、ゆずさんみたいな、ゆずさんどこみたいな言ってて、なんか、まあ、楽屋あるんですよ、事務所に。でロッカーあるじゃないですか、私の結構派手派手なロッカーあるじゃないですか、あの事務所に。で私のロッカーがあるということは、まあ、全メンバーロッカーあるじゃないですか。ドンさんに、ゆずさんに会いたいとか言ってて、会いたいねみたいな。ドンさんいつもこう対応してくれるんですけど、会いたすぎてなんか、ゆずさんのロッカーの空気でも吸っとこうかなとか言ったら、だいぶ引いてた。ドンさんだいぶ引いてた、さすがにしてないけど。だからゆずさんのロッカーにへばりついてきた昨日。へばりついてきたけど足りんかったわ、会いたい、会いたいな。本当に会えない。かわちゃんの話し会のおすすめポイント、距離が近い。距離感バグってるから。あー、ロッカーで足りんかった、明日本人すっとこう。あー、ツイッター中かわいい、かわいすぎる。画像保存しよう、後で。でも距離近すぎてさ、私がビニールシートにぶつかってるもんね。本当に全然会えない。皆さんやっていけてるんですか？私にだって全然会えてないじゃないですか。
まあ、配信とか SNS って大事だよね。推しの SNS って大事じゃない？思うの。11月から私の SNS から日高ゆずきっていう名前が消えてしまうのか。はあ、ただでさえ内山美琴の文字が消えた時もすごい、もうさ寂しくてさ動かない公式アカウントを何回も見に行くわけですよ。ああ更新してないかなって、してるわけないよなって思いながら、それがさ11月にあったら毎回来るんでしょ。私のねインスタのストーリーってさあのハートを押してくださったファンの方って上に表示されるんですよ。こうフォロワー閲覧した方のこう履歴みたいなの出るんですけど、ハートを押してくださった方が上にこうやって出るんですけど、ハートを押した方と押してない方で、押してない方側はフォローしてる人からこう表示されるんですけど、いいねの、そういいねしてる人たちといいねしてない人たちのここ一番上に日高ゆずきっていつもいるんですよ。多分私がゆずさんのアカウントばっか見てるから、ゆずさんは必ず私の上にいるんですね。だから見た時にあゆずさん見てるって思うんですけど、それがさいないんでしょ。切ないお話し会で、そんな印象これね私服なんですよスケ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 の顔した。これどっかで着ようかなそう使ってほしいよねアカウント。でもさそういうところさしっかりしてるからさわかんないよね。動かないアカウントをまた見に、なんか毎日毎日見て、動かない動かない、メール開いてメール来ないかな、ブログ更新されないかなとか思うんですよ。亡霊そう寂しくなっちゃう。多分月を更新すると7月になったら、でも7月はイベントいっぱいあるから中旬とかも下旬の時にはワンスキーってなってるんですけど、多分8月になったらあと3ヶ月で8月中旬とかまたスキーってなって、9月頭になったらまた9月かあと2ヶ月しかないみたいな感じでを繰り返して、6月もそうだった。まあ6月はさ6月8日にさこう発表があってさ、だいぶへこんだ、へこんだっていう言い方はちょっとあれですけど、推しがま次に進むっていう子供なので、こうね素直にこう応援に全振りできないオタクちょっと、まあ、心苦しいものがありますけど、やっぱりこう寂しさに打ちひしがられてたんですよ。でも、まあ、途中かぐらいか中旬ぐらいかな、6月19、18、19、まあ、10日は要しますよね。だから7月の10日ぐらいまではうーんってなってるかも。言ってるんですよ私も、結婚するか同棲しようって言ってるんですけど、なんかダメみたい。なんぜ？そうなんですよね、推しの幸せが一番なんですけど、そう一人の時間欲しいっていうの作るからって言ってるんだけどね。
おかしいな。なんか、なんだろうね、なんか何かがダメみたい。え、無理ですか今の状態じゃ。うん、聞いてそうだもんね、生きてる音。そう、私ってどこまでが本気で、どこからが冗談なのかわからないってメンバーにも言われるんですけど、マジだから。え、そんな冗談で生きてないから。おかしいな。真面目ですよ私って。いや本当にいいよって言うんであれば別に他県からでも通うよ。え、なんかもう福岡行くとか言って、別に同棲してもいいけどって言ったら、え、じゃあ福岡住むよ。通うよ私ってなるくらいには結構真面目に生きてるんですよね。確かにそう、豊橋ってもう県、他県。他県みたいなところがある。通勤も大変とかじゃない。うん、幸せ。ね、でもなんかせめて大阪とかにしてほしいな。遠くでもなんかちょっと交通の便がいいところとか、愛知にいてほしいけど。何も知らないから。豊橋来ないかな。豊橋ちょっとプロモーションしようかな明日とか。豊橋って90あるんですけど。大阪でも通うのはきつい。いやいやいや、豊橋。豊橋だから、あのアーバンライナーとか火の鳥とか乗ってたらベーベーン。うん、私がちょっとこう行きやすいスポットをおすすめしとこうかな。蒲郡とかいいんじゃない？安全よ。蒲郡だってそんなね、治安も悪くないし。蒲郡おすすめ。蒲郡来るなら豊橋来てほしいけど、蒲郡もいい場所だから。
浜松とか私の地帯、川越、豊橋、浜松も私の陣地だから借り合うとかちょっと怖いじゃん知らんけど、ガムゴーリ、ミカアンジョとかまではなんかこう素朴な安全なイメージあるけど、カリアってなんか、まあ、カルっていう字が入ってるからかな岡崎もいいんじゃない、岡崎もいいかもね、岡崎住みやすいんじゃない、岡崎城あるし、確かに岡崎はいいね、インスタ映えスポットあるよみたいなね、インスタしてほしい、プライベートでお願いだから私にも見れるインスタやってくんないかな まあだってみことさんがさ、インスタ始めた時歓喜だったもんね、祭りだったよ。まあ LINE を持ってるとしてもそんなにしょっちゅうするわけじゃないので、皆さんと一緒なんですよ。でもね、なんかまあそう、卒業ってそこで区切りをつけるわけだからありますよね、なんか。あ、地流もあるじゃん。そうでもみことさんとね話せない本当に緊張して言葉が出てこない。ありがとうございますとかしか言えなくなっちゃうゆずさんとはめっちゃ会うつもりでいるけど、私はわからない、どうなるかは本当にわからないです。今日も会えなかった、今日東京でお仕事をしていたので。ゆさん寝そう、人気者だから。
でも愛してる自信はあるファーストだから、ゆずさんファーストだから。うん、ラブです。トゥーラブ。トゥーメニーラブ。あふれるってなんていうの英語で。I can control. Because.あらっと。英語わからん。 Too much love? Too many? 多すぎる。でも多すぎる。困ってる。困らせないでほしい。真剣に相談しようかな明日。深刻だ。アホみたいだよね。こんなことでさ。ずるいと思う。あんなに可愛くて。コイントだけ戻ってこなかった。家にあるよまだ、あの紙コイントだけの紙まだうちにあるからさ、予備書いて渡したらいい。でもなんかたまにねゼクシーを買うから付録が欲しくて、うん、取っといてある。ゆずさんに渡そうと思って。ゼクシーって婚姻届ついてくるんですよ。その可愛い婚姻届があります、お家に。ピンクの。うん、高望みから始めようって感じだよね。セクシーめちゃ分厚いよ。
皆様明日会えますか。お仕事、なんか YouTube で配信あるみたいですよ。コメントしてね。あ、できるのかな、チャットってあるのかな、昨日なんかハッシュタグ佐藤果歩つけて、あんかわいいとか言って、言っといてヒロ結構夕方とかだった気がする。なんかさ、最近私めちゃーんってさ、なんかこうさ、ペットボトルとかがさ、こう落ちただけでうーんって言っちゃうんだけど、なんかそれをさ気にしてなかったんだけど、メンバーに結構なんか繰り返されるの私がうーんって言ってると、あーんってとか、なんかあーんってすぐあーんって言わないみたいな言われるんですけど、数年前の B 面でさ、なんかド M ド S のメンバー決めるみたいな話の時に、なんか須田さんとくまさんがド S メンバーで私の名前挙げてくれてたんですけど、あのド M メンバーの時にゆずさんが私を挙げてたじゃないですか。その時のゆずさんがなんか私がなんか構わなくてもなんか、うん、やだーって言ってるみたいな言ってて、だから私って結構前からあんって言ってんだ気にしてなかったけど、最近なんかよりなんか口癖になって、もう本当に全部に言っちゃうから、うん、言ってたんだ言ってたのかも。なんかあんやだって言ってるもん、うん、どう、だから声出していこうぜの特設サイトのなんか声出してしまう瞬間はっていうあるんですけど、メンバーそれぞれ、メンバー特設サイトのメンバーをタップすると出てくるんですけど、それがあーんって思った時にした。だっておしめが可愛いのはあーん可愛いってなるからもうあーんって思った時はです。なんか気づいて、この間ドンさんち泊まった時めっちゃ言ってた、10分に1回ぐらい言ってた。ないない、もうなんか1回気にするともうずっと言っててこんな言ってるのって思った。もうなんか食べててこうハンバーガー食べててキャベツ落ちただけでうーんってもうティッシュこうやって取りたくてティッシュ取れなくてもうーん、めっちゃ嬉しい。初動がアーンなんですよ、こう言葉の、でも期間期間多分こう言葉発するときにこうアーンが乗ってきてるのかもしれない。基本的になんか
あれなんですよ、一言目がはとかうわとか、うわは言うけど、そうなんかこうツンってした一言目を発しないようにっていうのをこうベースに生きてきてはいるんですけど、聞き返すときはんとかなんですけど、そう全部うんって、友達といるときもそうかも。人選ばない誰と言っても多分あーんって言ってる。なんかオンの状態だったら多分あんまりないんですよ、ミスミスっていうか、こうなんか仕事してる時もさ、多分皆さんもあーって思う時ってないじゃないですか、多分あーとかもうって思った時になんか出ちゃうんですけど、皆さんとこう接してる時ってあんまりなくって、他ですよね、他で普通に生きてる時にそういうの出ちゃう。この間の未完全でも言ってたあ、本当に私って言ってんだなって思ったもん。未完全は本当に途中で諦めてる顔してるかも家でも言ってると思う、伊達にも言ってるもん、うん可愛いねって可愛いの前めっちゃつけちゃう、あると思う多分、こう可愛いとかこうそういう形容詞の中にあーもあると思う、もう全部含んでる。10時半だ、あやちゃんね、かわいいでしょ、なんか座って待ってた今日ね、横山由依さんのおしゃべりどころゆいはんの収録に朝から行ってきて、でも8月とかだと思うんですけど、公開というかはで、その後にこう60トライブのラジオに出演させていただいたんですけど、その間空き時間があったので、あのナッキーさんとハタゴンさんと蒙古タンメン北極ラーメン食べてきた。3時ぐらい4時ぐらい食べてきたからあくび、なんかお腹は空いてるんだけどっていう感じ。うどん買った食べてないです。
辛いの好き。ね、なんかタワレコさんにもあのパネルね、嬉しかった。日高穂のパネルあった。あるかな、ないかな、まあ、ないよなって思いながらパネルの写真上げてくださってる方がいたから見たんですよ。そしたらいた、嬉しい、見に行きたい。可愛かった。しかもあー可愛いって言ってた、ナッキーさんとハトゴンさんの前でいやし味噌食べたことない。今日食べようかなって思ったけど、さすがにちょっと明日に響くかなと思って諦めました。ねえ可愛いよね、こうピーンって。もう可愛い。なんか多分ミュージックビデオには使われてないんですけど、あのシーンがあって、いつのシーンだろう、かけっこする前に私が多分勝手に抱きついたとかかな、わかんないわかんないけど、どっかでこうああやって抱きついた記憶があるの。MV には使われなかったかって思って、もうシンプルなこういうやつだった。でもよかった、写真見に行きたい。うん、かわいい。ほんとにかわいい。でもさでもさ、前作のインスピレーションもさ、こういうやつさ、こうこれだよね確か。パネルティンにあってさ、今作もあるんでしょ。うん、自作うんって思った。そうなんですよね、思い出があることは嬉しいですけど、思い出がある分こう寂しさもありますよね可愛くて苦しい。メンバーの前でもこういう話ずっとしてんの、聞き飽きてるよね絶対メンバーって。うん、分かった分かったって思ってるはずなのに、優しいんですよね先輩方って。うんうん、スンスンって聞いてくれるから、そうだねって、うん、かわいいねって優しいですよね本当に、聞いてくれて。でもちょっと先輩だけじゃ足りなくて多分ここで話してるそう、なんか、うん、足りない、話足りんかった。本当になんかゆずさんにも話すんですよ、ゆずさんの可愛さを。でもなんかあんまりね、こうね、聞いてくれなくて、聞いてくれてる？みんなもうんうんズンズンで、ズンズン声出していこうぜ、ズンズン。結構ドンさんとかに ドンさんといる時間がめっちゃ長いからいっぱい話しちゃいます。語り合うことから始めよう。ね、本当にね、ゆずさんって可愛い。うん。
難しい。いや明日楽しみだな、会えるね。推しって可愛い、なんであんなに可愛いんだろうね推しってね。やめてほしくない、こうこれ以上私の人生惑わさないでほしいんだけどって思うよね、わかる。何何って思うよね、推しにさ、こうもうこんな人生彩られちゃって、もう何なのって。思う。彩るのも大概にしろって思いません？思うよ私は。一緒？ねえ、推しがさ、もうさ、でもわがままなんですよね、こうね、見えるところで幸せでいてほしいって思うのは、あ、お得意上のあれですけど、きっかけはね無駄絡み、あの私の無駄絡みからです。そんなになんかすっごい喋る方でもなかったんですけど、選抜、まあ、お話同い年とか学校とかもあって喋ったりはしてたんですけど、まあ、急にすごく私がゆずさんに無駄絡みするようになって、でなんかそれが楽しくて、なんか本当に本当に何も考えず、最初なんか私のこと好きですかとか聞いてたの。ね、最後のとこは付き合ってみる言ってほしかった、ゆずさんにも付き合う。ゆずさんパターンもください、あくださいって感じ。え、なんかレッスンの時に聞いてた。くどい後輩ですよね、そんなね。そんなに、だってさ、本当に先輩後輩っていう、まあ、チームの違う先輩後輩、同い年でっていう感覚の中で急に私のこと好きですか、好きですよねとか言っておかしい、絶対私だったら警戒するもん、なんだ急に、なんだ思ったはずでも、ゆずさんも優しいですよね。でもね、それね、対応してくださって、それが2019年のそれぐらい、2月とかかな、3月とかからで、でももう5月にはゆずさんの動画とかめっちゃ写真撮ってるから、激早よねえ、明日頼もうかな、また付き合ってみるって言ってくださいみたいな。お願いしようかな。
スタイルの嬉しい、よく寝れそう。いいな、ファンの人ってさ、こう宴会とかするじゃないですか。私あんまりこう全く興味のない人に自分の推しの話をするのが好きで、なんか一生見てるって、ああぐんちゃんかな、一生見てるって、今日トレンド入ってたぐんちゃん、もう笑った、私も嬉しくなっちゃうよ。みんながするわけではないですか、打ち上げとか、わかんないけど、こう同じファンの人同士で推しの話をしたりするじゃないですか。いいよね。よくない？プロ初ホームラン、私も見ました、トレンド入ってたから見て、動画も見て、すごい、すっごい活躍してますよね、素敵。マイクこうやって持ってるのを見ました。で岡林くんがこうバッとこうやって持ってる写真も見ました。もうもう野球全然詳しくなかったのに、もう追ってるもんね、無意識に。群馬やしだけですけど、あと細川誠也選手もよく見る。待って、推しの好きなものに染まる、うん、群馬やじは尊いよ。もう帰りのタクシーでナッキーさんとハタゴンさんと一緒だったんですけど、ぐんちゃんホームラン打ったらしいです。えーって言ってて、でもなんかもうチームインのレッスンでチームインばっかだからさ、こうぐんちゃんが何でしたっけ、トレードじゃない、ドラフトじゃない、日本ハムに行くってなった時もぐんちゃんがトレードやってる、ぐんちゃんが日ハムにっていう話をチームインのメンバーにするっていう。私何も野球のイメージないのに話して、うチームインのうんうんみたいな感じ、あんまいないないから。そうだから今日もホームラン、ホームランやれなかった、でもホームランって言っても、そう、ね、推しが幸せだと幸せだよね、幸せになってほしいな。ね、もうだいぶ染まってる野球だって、中日ドラゴンズの選手の名前だって去年より覚えてると思うもん。でもね、ルールとか細かいこととかがあんまり分かんないから、名前
とかしかわからないんですけど、ゆずさんの影響めっちゃでかい忠実なオタクです。基本わかんない本当にスポーツって全然詳しくなくて、やってこなかったからさ、基盤もわかんないんですよね。もう選手が尊いっていうぐらいしかわかんない野球観戦行きたいな。軍林見に行きたかった。ゆずさんとキャッチボール、愛のキャッチボールしたい。でーん。バカだよね。こうだから、もう本当にゆずさんの前でもこんな感じだから、めんどくさいでしょ。よく付き合ってくれるなって思うよね。行きたらいいね。来年でも再来年でも行くよ。北海道も行くよって言ってる。でも行く、こじ開けるから予定なんてプライベートがないからさ、基本的にもうお仕事で、まあ、休みの日になんか気分だったら出かけるっていうぐらいの感覚で、本当にゆずさんと出かけたい日にだけちょっと前もってこの日は押さえておいてほしいですみたいな感覚のぐらいで、プライベートがないので私は基本的に、いつでもこじあげれる、休みは休みだから休暇こじ開ける。免許取らなきゃ。免許いつか取ろう。もうすぐ11時だ。今日メール30送ったかな。ゆずさんとの共通の趣味は なくはないけど、私が基本的に何でもライトに好きなので熱量の差はあるかも。ゆずさんが好きだとしたら私は知ってるとか
っていうぐらいなんですけど、その逆もしっかりかな。私が好きなことはゆずさんも知ってるっていう感じだから、一応あるっちゃあるけど、でもさ、推しが好きなことをさ笑顔で話してくれたらさ、うんうん、好きってなるよね。ゆずさんホラー無理だもん。マジで可愛い。マジとかあんま言わないのに、ゆずさんの話になるのはマジもう出てきちゃう。マジだもん。マジで可愛い。ホラーが苦手っていう女の子をたくさん見てきましたけれど、なんだ可愛いなって思ったのは本当にゆずさんだけ。ユニバーに行った時に、可愛い、私が守る。君は私が一生守るって思ったもんね。誓った、ユニバに誓ったもん。うん、もう大阪にもこう証明書押せるよみたいな、イン押すよってぐらいこうマジで可愛かったの。だからもう、お化けから私が守るねって思うぐらい、なんか行ったのがちょうどホラーナイトの時期だったから。ゆずさんに、なんかゆずさんのことは私が守るって言うと、自分の身は自分で守れるんでって言われるの。いや本当に、私の手は守るためにあるんだよって思うよね。思うよね、わかる、共感共感。でもタイミングがそれぐらいしかなくって、そのタイミングしかなくって、そのタイミングで来ましたね。あ、頼んだ。私のもうこう、私の腕というか、まあ、意識はゆずさんを守ることにこう徹してるんで、私のことはみんなが思って。マジで可愛いの。なんかもうね、耳塞いでしゃがむの、こうやって。何それ可愛い。もうなんか初めて、もう一生記憶に残ってるもんね。だって4年前とかだよ。なのに覚えてるもん、情景。マジで可愛かった。女子にキュンってするの、なんかあったけど、もうときめきだったもんね。ギュンギュン超えてギュンだった。ママ、でもずっと一緒にいましたよ。ちょっとはるかさんとナッキーさんもいたんですけど、もうこっち。うん、なんて可愛かった。もうだから、なんか申し訳ないんだけど、怖がってるゆずさんを見たくて、なんかホラー映画見に行こうとかたまに言うんだけど、行ってくれない。羊のショーならいいよとか、そんな感じなの、ゆずさんって。なんかそれもそれで可愛いよね。はあ、可愛いんだけどって思っちゃう。どうしたらいいの、可愛いんだけど本当にっていう感じ。本当に可愛い。
ね、わかる。っていうのをメンバーにも話してるんです。本当に可愛い。もうどうしたらいい。永遠に入れるもんね、一緒に。ゆずさんは入れられないだろうけど、私とはずっと一緒には。ね、言ってくれないゆずさんってなんかあんまり。可愛いって聞くと、うんみたいな。可愛いとは言ってくれないんです。でもね、ダメ。可愛いとか好きとか言われたら、多分なんかあるって思っちゃう。もう、もうピューロランドが。ピューロランドがあるから、言われる、それを言って言われたらなんかあるかも、良くないことが起きるかもとか思っちゃう。警戒しすぎ。でもね、そう言っときながら実際言われたらもう全て別に何かあってもいいみたいな。この後に別に何かあってもいいから、嬉しい。ガガツ、もう幸子って思って、多分もうね、はいだよね。嬉しさが勝つよね。まあ、その後何かあったらへこむかもしれないけれど、ね、何時間の何の話してるのって感じだよね。いやでもなんかおたともとおたトーク。別に推しにならさ、よくない？まず23時早いね。まだ話せるんだけど、ちょっと、うん、お時間のようなので、会えるじゃん、楽しみ。なんかね、久しぶりなの、ファンの方の前で踊るのも。たそう。そうでもない。なんか踊ってはいるんだけど、めちゃめちゃ新公演のレッスンで、でもまだ初日まで、まあ、劇場公演がないから、こう踊ってはいるんだけど、ファンの方に見せるっていうことがないから、なんかね、まあ有意義ではあるんですけど、レッスンが。だけどなんか見せたいの。見せたいの、ファンの人にこう踊ってる姿。なんかそれもあるからいいよね、明日は。しかも握手会もあるでしょ。
最高じゃん。レスがしたいの本当に。なんかレスするのが好きなので、もうこう集中してる時はもう周りが見えなくなっちゃったりするんだけど、多分初日とかも緊張してそんなに余裕ないかもしれないんだけど、そういう日の公演、なんかレスがあんまり自分の中でできなかったなって思った日の公演ってあんまりなんかやりきったっていう感じがなくって、レスがいっぱいできた日の公演ってマジで楽しいんですよだから早くレスがしたい。明日はレスができる曲ばっかだと思うから、レス送り迎えろ枕ピュンピュンピュン、ずほぼしもてもう言っていいのかな、こんなこと。ほぼしもて。ミューズさんはどうだろう、また天の川流れてるじゃん上手にいるかも。私は下手だけど、歌いそうになっちゃう明日の曲公開稽古、どうなんだろう、絶妙ですよね。なんかこうルール厳しく若干なったじゃないですか、写真著作権。ちょっと詳しい漢字だらけの文章私はちょっとわからないから触れれてないんですけど、SNS のもってなって、でもその人が撮ったやつならいいみたいなあるじゃないですか。だからこう込み入ったところまで私がこうどうこういうのはちょっと、時と場合によっては、まこう触れ方によってはあんまり良くない状況になるかもしれないって思ったので、一旦ちょっとなんですけど、でも今まで通りだと思うけど、ただルールを守れない方がいたってことなんだろうなと思う。私も知らないうちに急にだったから、だから、ね、ルールを守ってほしいっていうための感じいっぱいな文章だったのかなって思うんですけど、目がシュパシュパするね。というわけで配信は終わろうと思いますなんか難しい話になって終わっちゃったけど、そう、でも私の解釈としてはそう、メールのとか多分キャプがとか、そういった有料コンテンツのものはダメで、それ以外のものだったらいいって思ったけど、そういうわけでもなかったりもするじゃないですか。こう難しいんですよね。
推しを拡散するためなのかわかんないじゃないですか。私は基本的に拡散していただいてると思ってるんですけど、ファンの方に、そういうスタンスでいいと思うけどな。でも推しがこう、有料以外の部分で載せた画像をこう、おはようございますとかでファンの方が載せてくれるのって、ファンの方にとってもその画像を大切にね、保存してくれてるとか、その私が上げたたった一枚の画像でもすごく意味のあるものじゃないですか。それをこうファンの方が載せてくれることに対しては私はありがたいことだと思っているので、それはいいんじゃないかなって思いますけど、半目はちょっとダメ。でも半目たまに公式側が生写真違う、なんかなんだろう、なんでこの半目使ったんだろうって思うのもたまに公式も使ったりするから、何とも言えない反面に対してはなんでこの角度みたいなのを使ってくださる時もあるのでなぜだろうかと思いながら、そうです、強風が一番ダメなんで気をつけてくださいというわけで配信ありがとうございました。ランキング見ます。1位、ありがとうございます。2位ポポポ、ありがとうございます。3位マンマ、ありがとうございます。4位ノノ、ありがとうございます。5位ヒヒヒ、ありがとうございます。6位ワワワ、ありがとうございます。7位ジェジェ、ありがとうございます。8位ミンミン、ありがとうございます。9位フフ、ありがとうございます。10位アア、ありがとうございます。11位ささささささ、ありがとうございます。12位マママ、ありがとうございます。13位トトトト、ありがとうございます。配信以外の皆さんもありがとうございました。明日リリースです。バーイ。明日はまたいろいろツイートすると思います。ではまた明日。おやすみなさーい。